ワイラー社の、角型ムーブメント自動巻きですね。ちょっとケースから出してみました。これには表側ポストと入っているせいか、ワイラーの刻印が機械にありませんけれども、まあご存知の方ならこれ見れば、あ、ワイラーだなというふうに分かると思います。3アジャストですね、3方向指定差の17席の機械です。でこれがケースの部分ですね。まあ、なかなか変わったムーブメントだと思います。で、これが、文字盤ですね。ちょっとボケちゃいましたけど。ポストと入ってます。1930年代に、手巻き時計を何とか改良しようと思った各社の意気込みが感じられますね。